ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。ジン、あまり離れるな。殿のご下司だ。足立殿、子守をするほど手すきなのですか。言うではないか。では大人と思って叱らねばな。みんな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。ではこれにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね、お持ちください。お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは言わばないのですか。老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ。ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ、吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。